今日開かれた有識者らによる検討委員会の中で示しましたそれによりますと岡山市中区の岡山老学校のグラウンドに老学校と盲学校の機能を持つ新たな施設を整備しますそれぞれの障害に応じた適切な指導ができるよう特別教室や体育館などの共用部分以外は建物を分けるということです現在使っている施設が老朽化していることや 児童生徒の数が減少していることなどから整備するものです2029年度に開校する予定で総事業費はおよそ50億円を見込んでいます今日の会合で委員からは利便性や安全性に配慮して特別教室はできるだけ分けたほうがいいなどの意見が出ました研究委は意見を踏まえ今年度中に基本構想を策定することを目指します